皆さんどうもこんにちは、ビューティーです。今回は V 字マンション2のリメイク作品のファミ通紹介をしていきたいと思います。 V 字マンション2がよみがえります。おっかなびっくりお化け退治。ルイージマンションはその名の通りルイージが活躍するシリーズで、お化けを吸ったり仕掛けを解いたりできる相棒のオバキュームを手に、ちょっぴり臆病なルイージが個性豊かなお化けたちと戦いを繰り広げます。オバキュームはルイージの頼れる相棒で、オリジナル版ではお化けを吸い込むだけでなく、ストロボを当てて隠れたお化けを発見することもできました。さらに逃げようとするお化けを引っ張り、フルメーターを貯めて大ダメージを与えることも可能でした。ルイージが主人公の座を手にしたのは2001年に発売されたゲームキューブ版のルイージマンションというゲームでしたね。当時はテレサやその他のお化けたちと戦うというゲームでしたね。なんかとあるマンションをあなたにプレゼントしますというマリオブラザーズたちに一通の手紙が送られて、実はそれはテレサたちの罠だったという話ですね。そして帰ってこない兄を探し出すために、その例のマンションの場所に来て、実はマリオはキングテレサに捕まっていたという、そういう話でしたね。一応ルイージマンション自体は4話構成ということになって、ショーの最後にボスと戦うという、そういう感じのゲームでしたね。詳しい内容はあまりは知らないんですけどね。ただ属性の概念があって、火は氷に強くて、氷は水に強くて、火は氷に強くて水は炎に強いという三つ組になっていましたね。ひとまず今回はこの辺で、ルイージマンション2のリメイク作品のファミ通紹介を終了していきたいと思います。見てくださった方々、ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録および SNS での拡散をよろしくお願いします。